久保さん、ニキビができてますね。はい、これ生きてなければニキビっていう概念もないだろうし、ニキビが出るからプロアクティブが売れて、プロアクティブもう何十年連続1位みたいな感じでね。<laughs> でもプロアクティブを支えてるのって何かっていうと、ニキビなんですよね。<laughs> どうですかね。<laughs> その企業を支えてるのは人のニキビっていうね。 ニキビが出なかったらね、ニキビが出るっていう体じゃなかったら、プロアクティブは出ないし、売れないし、ね、ニキビに効く、プロアクティブみたいな。だからなんか、これが出るとあれが出て、あれが出るとあれが出るみたいなね、<laughs> まあ連鎖ですよね。うん。そう。面白いですね。うん。だからまあ、捉え方、どう捉えるかによって、そのコスパの良し悪しも変わるだろうし、うーん。 プロアクティブの会社から見ると、あのから、人間の体にニキビが出ることはコスパがいいっていうかね、ありがとうございますと。自分たち何も、自分たちは何もやらなくても勝手にニキビって、まあ、まあもちろんね、出ない人はいると思いますけども、ね、世の中には。でも出る確率の方が多いわけじゃないですか。だからかコスパいいっすよね。何もしなくても勝手に人間がニキビ出してくれるわけですから。い <laughs> ってらっしゃい。